え本日も始まりましたユニークキャリアラウンジインタビューを務めます山本と申しますよろしくお願いいたしますお願いいたします本日は770回目留学で個性を伸ばす美作留学姉妹代表本橋美咲さんに聞くフィリピンで起きた人生のターニングポイントというテーマで本橋美咲さんにお越しいただきました本日はよろしくお願いいたしますお願いします 早速ではあるんですけれども、まあ、今回、フィリピンでのお話を中心にお伺いしていきたいなと思うんですけれども、今されている活動であったりとか、えー、お伺いできればと思いますので、簡単に自己紹介いただけますでしょうか。 はいえー、株式会社美作代表の,あの、えー、美咲です。えー、現在はです、ね、あのカリフォルニア大学バークレー校にあって通っている18歳なんですけれど、あのそれ以外にもあの株式会社美作留学姉妹にて、えー、マニラ留学、まあ、中高生からのマニラ留学というところの魅力を発信しておりまますすお願いいいたしますありがとうございます。 今自己紹介伺っただけでもすごくこう代表されていることもあって話しぶりがもう堂々とされてるなって <laughs> <laughs> 思ったんですけどやはりこう人前でお話しする機会っていうのは多いんですかそうですね、まああのこう。発信する力っていうのがなければ、まあ、あの彼らにも魅力が伝わらないですしあのもっと多くの人々に、まあ、留学の魅力とか、まあ、そういうところを知っていただきたいなっていう思いから。 結構学んだスキルです <laughs> なるほど。ありがとうございます。では、あの約1時間ですねあの、お伺いしていければと思いますので、よろしくお願いいたします。はいちなみに、今は、えっと、アメリカにいらっしゃるということなんですよね。そうなんですよ。あの <laughs> 大学1年生ということで、あの2日前に渡米しました <laughs>、はい。そうなんですよね <laughs> あのフィリピンっていう話をしたんですが、今はカリフォルニアの。 あのカリフォルニア大学の、はい、えっとあ違うバ,バークレー大学ですかね。はい、カリフォルニア大学のバークレー校で,、はい、ーー校ですね。失礼しました。<laughs> カリフォルニア大学のバークレー校のまあ、生徒に <laughs> というかまあ、合格をされて渡米したばかりというところなので、まあ、アメリカの方は今午後の3時ということでお伺いしてるんですけれども。はい まあこのまあ時差もありながら、こうお話を伺えることを楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。こちらこそ、お話できて <laughs> はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。で、まずまあ最初に触れていきたいのが、やはりま元橋さんの中でこう1番大きなターニングポイントなのかなと思われるところなんですけれども。もえー、14歳の時に。 フィリピンへ移住されたということなんですけれども、その移住されることになったきっかけであったりとか、ま,あ、まずそのフィリピンを知ったところのところをお,お伺いできればと思ったんですけれども、どういった経緯があったんでしょうかはい、えっ、ー、と、そうですね。今はあの東京生まれ、東京育ちで14歳まで東京で過ごしてたんですけれど、はいあの 現地の、まあ、現地というか、まあ、向こうの私立に通っていてその中でこう英語教育がこう一方通行で先生から言われた単語をただ書いて覚えてでそれでテストを受けるってそういった繰り返しの動作の中で学びがあまりないなっていうことを感じていて、はい、でそこでまあ中学1年生の時にもっとこう英語を伸ばせる環境はないかっていうのを模索し始めたんですよね。はい、で以前からこうフィリピンにはあの父ののの仕事の関係でで縁があったので でそこで、まあはい、フィリピンに移住しようっていうことを、はい、決意しましまたなるほど、お父様の影響もあったんですね。そうですねうんということは、その中学1年生の時きに、まあ、初めてフィリピンを知ったというよりかは、やはりもう、今まで生活していく中で、海外っていうのは身近にあったっていうことですかね。 そうですね、まあ、でも、人並みというかまあ旅行に行くだけで,あのまあそうですね1年間にまあ1週間、2週間旅行に行ってまあ自分の英語の <laughs> 英語力のなさを感じるみたいなそういっただけの関わりだったんですけれど幼い頃から世界あの目を向けてきた過去ではありますうーんなるほど実際にその英語というか、まあ、英会話を含めて勉強し始めたのはいつ頃からになるんですか。 そうですねあの11歳の頃にこうにブラジル単身渡航でなんか国際キャンプみたいなのに参加したんけど、はい、ですよ。1ヶ月間こう親元を離れて世界13カ国ぐらいの子どもたちと一緒に過ごすみたいなそういったキャンプがありまして、はい、でそこで、まあ、元々もともとハローも言えないような子だったので、はい、あの本当に英語力のなさを感じてそこから、まあ、11歳の頃からですねあのコツコツ学び始めた。 っていうところなんですけど、まあ、本当に義務教育内の中に収まったような、はい、学びでしたね、うん。なるほど。この、まあ、14歳のタイミングで、この日本の英語学習みたいなところを考える人は、まあ、いるにはいると思うんですけど、なんかすごくそこを深掘りしているというか、深く考えて、じゃ自分は海外に行こうという決断はすごく大きいなと思うんですけれども、その時にこう、 まあ躊躇だっったたたりりはなかかですか本当にありましたね自分が生まれ育った地を離れて全くもうゆかりのないところに行くっていうのが本当に怖いくて、まあ、恐怖でもありますし、まあ、フィリピンと日本って本当に4時間ぐらいしか離れてなくてあの、まあ、近いところではあるんですけれどそれでもまあ自分のまあ友達と離れたり、まあ、家族と離れたりっていうのがいろいろあってそうですねでもまあ一番は こ,うこのまま日本で収まっていてで、まあ、毎日同じような生活を繰り返して大人になっていいのか,でなんかこう、自分のキャリアとかも全然イメージできてない段階だったので、中学生の時に。でその時にこうあれ自分のなりたいものって何だろうと思って、電車に揺られながら、まあ、1時間ぐらいあの投稿がか,かかってたんですけど、私立に行くのにあれこんなに。 同じような一日を、まあ、社会人になってまで生きていくのかっていうところに疑問点を感じてそうですね学校内でもこう、まあ、この有名大学に入れば人生は成功して、はい、こういった塾にそのために行かなくちゃいけなくて、はい、この有名高校に、まあ、行ければあなたの人生はもう確約されているよみたいなそういった、うんまあ、なかなか言われないけれどもみんな常識の中にあるあの、うん そういった文化、まあ、受験の文化とかそういったものに疑問を感じてたんですはい、はいえー、なるほどやっぱりその、はい、なんとなくこうみんなが抱えているこう常識とかそういったところになんでなんだろうっていう、まあ、疑問の方が大きかったというのとそれを打破したいという気持ちの方が強かったということですかね。そうですね はい、うんなるほどでそこから実際にフィリピンにこう渡航されて、まああのー、たくさんこう、まあ、新しい世界が見えたりという,こうプラスの面もありつつだと思うんですけれども実際に行ってみてのこう最初の印象というか感じたその感情というのはどんな感情でした 一で自あの、うん、日本の気温がこうムワっとしててあの <laughs> ちょっと高いんですけれど、はい、まあ日本ではなかなか味わえない、まあバカンスはいいんですけれど、まあ、日常を暮らしていく中で、うん、あれここに私を本当にいていいのかなとか、うん、まあ本当に自分の話せない言語を彼らは話していて自分の持たない文化を持っていたっていうことで本当に自分に合わない異物感っていうのが最初はありました。うん 実際に本当に全く違う文化を持つ人、あのまあ国籍も違う方と交流をしていくと思うんですけれども、そこからはご自身としてはどういった行動をしていったんですかそうですね、あのーまあ。一番最初に問題だったのがこう、私が言語を習得しなくちゃいけないという中でう、えー、英語とタガログ語とフランス語で、まあ、学校でこう外国語を取らなくちゃいけなくて、現地の言葉を 学ばななくくちゃいけなくてでやりたかった英語を学ぶということで、うん、こう三角国語に挟まれた生活をまあ強いられてでその中でこうどうやったかっていうと、まあ、本当になんかまあ友達作りから始めていったんですコツコツなんかこう ESL っていうなんか英語の初心者クラスから始めていってレベルアップしてたんですけど、うん、こう日本人が忘れがちなのが英語っていうのが学問の一つで勉強するべきことではなくて、うん 結局はこうコミュニケーションツールの一つであって、まあ、言語であらこそ、うん、まあ人がいて、人と会話することに成り立つんだっていうことが向こうに行って最初に分かったことで、うん、でそれから模擬国連とか、あとディベートとか、あと、まあ、サッカーチームとかロボットとか、まあ、そういったあのクラブとかの中で参加することによって自分の言語力を磨いていったりとか、で後々にはまあ大会世界大会とかに進出するまで、はい 成長することができました本当に、まあ、おっしゃる通りやっぱり日本で英語を勉強しているとそのまあ科目の一つというか、まあ、暗記科目みたいな風になってしまっている部分がすごくあるなって感じてそんな中でこう美咲さんの場合はそのやっぱりコミュニケーションをしたい交流をしたいっていう気持ちが強いからこそ,その英語だったりとか英語以外にもこうタガログ語とかフランス語。 っっててていいううところにもお力を入れて勉強できたっていう感じなんでですすかねねそう,ですねうんなるほど。実際そこからあの友達作りというか、まあ、知っている人が増えていって交流をしていってというところにもなっていくと思うんですけれどもそういった中でご自身として苦戦したことであったりとか悩んだことっていうのはありましたかうーん そうですね。あのー、まあこれも言語に繋がってくるんですけれど、最初のうちはすぐ発言することが怖かったんです。うん、でもなんかこうグランマーとかで文法がもし間違っていたらどうだどうしようとか、まあ、友達からなんか指摘されたらどうしようとか、そういった不安感からあまり発言ができなかったっていうのがあって、うん、でそれが一番あのまあ挑戦すべきことだったんですけれど、でそれをまあ まあそこから自信を持ってもこれはもう実っちゃうしかないとか、まあ、や,やる中でもう学んでいくしかないっていうことに気が付いてからは、うん、あの早かったですねそこからその言語を習得というところと、まあ、勉強自体も進めていくというところだと思うんですけどやっぱりそれ以外のところで例えばこう日本とフィリピンの違いを感じる部分だったりとか、まあ、生活の中で あ違うなあということだったり、まあフィリピンはこうで、まあ日本がこうなったらいいのにとか、こうご自身の中で思われたところありました。 そうですね、まあ、あのまず第一の印象としてあのフィリピンはすごい若い方が多くて平均年齢がもう全然あの日本より下なんですけれど、はい、だからこそこう若いエネルギーっていうのには溢れた国でよく感じたのがこうフィリピンからよくよく日本に帰ってきてなんですけれどこうフィリピンの、まあ、あ現地にいてで若い方に囲まれていて、まあまあ、道を歩いているだけでもすごい。 まあえー、ストリート・チルドレンとかもいる,、うん、いるんですけれど、まああの格,差にえー、格差がすごい離れていな,ながらもすごい、まあ、若さでエネルギッシュでもう経済も活発的でそういったところを感じていてで日本にもう,こうふっと帰ると日本はもう,こう高齢社会で、あのー、なかなかあそうです、ね、落ち着いた雰囲気の国というところのそういった、えー、ギャップを感じましたね。うん、はい その中でもまあこう、まあ、貧富の差がいいとか悪,、まあ、悪いことなんですけれど、まあ、でもこう若い国だからこそ,その、まあ、成長力っていうことを直に感じましたし本当になんか一番好きだったのはこうフィリピンの方はとても陽気ですごくオープンですだからこそ私が日本人っていうあの外国人であっても外国人だからこそ、まあ、受け入れてくれる。 日本新日課の国であるからこそあ日本人なのみたいなこっちに一緒に来てよみたいなそういった雰囲気が、はい、とても好きでしたね。うんあということはまあ雰囲気としてはこう、まあ、ウェルカムというか、まあ、すごくこう仲間に入れてくれるみたいなところが強かったんです,よね,そうですね。あとまあ個性を重視するっていうところであのこうは LGBTQ とかまあゲイとかまあそういった方も多くてで、うん、そう,ういった方々の個性を重視する。 ってていいう文化が根付、ね、だからこうそうなんか私はもともとビジネスに興味があって、はい、あのビジネスっていうまあ、えー、為替取引であったりとかそういったところとかあの、まあ、ビジネスを立ち上げるとかそういったことに興味があったんですけどそういった個性を、はい、一部として受け入れてくれてで、まあ、個性に合った学びっていうのを提供してくれるっていうのもすごい意外でしたし日本はこうまあカリキュラムに沿って高2から選んでいいよみたいな文系にする理系にするみたいな形だと思うんですけど。はい もこうフィリピンだと、自分に合った学びを設計できるっていうところがあの素敵だと思いました。なるほどですね。フィリピンで実際こ勉強していく中で、やはり自分が知りたいことであったりとか、学びたいものをこう選んでいけたっていう感じなんですか？そうですね、まあ、選んでいき、まあ、自分からこう行動することが一番大事なんですけれど。 まあえー、自由度が高い学校なので、まあ、私はインターナショナルスクールに現地に行かれてたんですけれど、うん、その中でもこうじゃああなたは何をしたいということで、まあ、日本人の方も他の方もこう留学プログラムを通して紹介したりしたんですけど例えば1人の女の子はプログラミングに興味があってもともと日本だとゲーム機とかすごい取り上げられちゃうじゃないですか。あのうん パソコンとか携帯とかは学校に持ち込み禁止だよみたいなゲームはだめだよって、うん、でも向こうだとこう、まあ、例えば中学校2年生ぐらいからプログラミングとかロボット制作の授業があってでそういった中でこうじゃ自分でウェブサイトをデザインしてみようかとかじゃ自分でゲームを作ってみたらどうだろうとか、うん、そういったことが学べるんですね。うんで 私の場合だとこう、まあ、ビジネスに興味があったからこそ、はい、あの学校が提携しているこうビジネススクールの先生にこうひっついて為替取引のことを教えてくださいみたいな、はい、そういったた貴重なな経験ができましるほどそれをその中学生のこの3年間のところで勉強できるっていうのはやっぱりそこは日本ではできなかったかもしれない貴重な経験ですよね。そうですねうん そこ,そこで、まあ、3年間ですね、フィリピンで、まあ、過ごされるんですけれども、その先っていうのはこう、ご自身で考えていかれたと思うんですけど、どういった思いでこう行動されていったんですかそうですね。えっと、まあ、フィリピンで生活していく中で、こう多様な文化とかあの、まあ、新しい人と会って交流をするっていうことにすごい魅力を感じて、そこからもっと、 多様なな方々と知り合える機会はないかどこでいられるんだろうっていうことを視点、まあ、に考えてで、まあ、プログラムに応募して、まあ、高校生大使としてアルメニアに派遣をあの後々されたんですけれど、まあ、そこがまずは焦点にありましたね、まあ、多様性グローバルな社会へ出るっていうことですねうんなるほど、まあ、じご自身としてあの一度こうフィリピンに出るという決意をして、まあ、そこで 見えてきたところから全くお世界を広げていきたいなっていう風になっていったということですねそうですねありがとうございますでそこからなんですけれどもえっと15歳の時に、はいえー、株式会社ミサク留学姉妹を設立されたというところなんですけれども私としてはまあすごくスピードが速いというかその <laughs> 会社、まあ、その経営だったり興味があるっていう中で実際に会社を作ったのが15歳っていうところがすご,すごいなっていうか、まあ、あのこんな感想で申し訳ないんですけど思った部分あったんですけれども、まあ、これに関してはすごく準備っていうのは進められてたんですか そうですねまずはあの最初は小さく始めましたし、はい、知り合いの方があの、ま、あの株式会社美作留学姉妹っていうのはもともと中高生からのマニラ留学を発信したいということで始めたんですけれど、はいまあ、知り合いの方にじゃフィリピン留学興味ある方がいたら講座段階を開いて。 で、オンラインでも話して、あの、進めていくし、日本でも、まあ、こう、こういった交流会はあるよ、みたいな、そういったとこから始めていって、まあ、YouTube にアップしてで、そこからオンラインから知り合った方がいたりっていうところで、まあ、あのー、後々、あのー、まあ、徐々に徐々に会社になっていったっていう形ですね。今、あの、 現在あの、提供していることとしては、まあ、オンラインで、まずは、まあ、このフィリピンでどんな国で、どういった留学の内容があって、まああの、どういった価値のある経験ができるのかっていうところをオンラインでお話ししたり、実際にこう下見に行くツアーがあったりとか、あそうですね、現地の学校を紹介したり、学あの住まい探しまでっていう幅広いところを行っているんですけど、まず最初は小さく始めて、本当になんか周りの方に支えてもらいながらっていうところです。 なるほどしかもここの、ここで私がすごいなと思ったのがこの株式会社をあのご家族でされているというところがまたすてきでもあるしすごいことだなと思っているんですけれどもこの中でその美咲さんがこう代表になるというのはもう自分で立候補してというか覗う <laughs> いた流れだったんですかね。そうですねあの 2個上に姉がいて、彼女もフィリピンで一緒に留学したんです、2人で 2>、はいあの。で、その中で、まあ、一緒にやろうよみたいな形から始まったんですけれど、うん、彼女自身はこう、まあ、パイロットに、女性パイロットになりたいっていうところで、まあ、フィリピンという道を選んで、私はこう、まあ、留学で世界に出たいっていうところで、フィリピンというところを選んだ。うん まあそういった同じ国であるけれども違う目的としてなっているからこそまあじゃあ、留学支援とかまあそういったプログラムをあの行う解消をするにあたってまあ私の方がこうが日本の高校であの日本の中学校で通っていてまあその日本人の学生に紹介できるねみたいなまあそっちの路線が合ってるねみたいなところから <laughs> 行きましたね。あなるほど。はい まあお母様もあの実際に今、この会社のところのあのにこう参加されているというか、結構中心になって動かれていると思うんですけれども、やはりまあご家族だからこそ、すごくこう本音で話し合ってというか、何をしていこうかっていうところもあの話し合って決めていかれている部分が多いんです、ね、ですすかねねそう役割分担という形で、私はこう、えーまあ あの東京大学とか、まあ、カリフォルニア大学とか、まあ、世界一番の公立大学とかそういったところに向くう来たからこそ、まあうん、ロールモデルというかあのフィリピン留学した後の世界を見せられるであの姉はこう、まあ、6年間以上留学していって、まあ、ずっとインターナショナルスクールでキャリアを積んできたからこそ、まあ、英会話とかそういったところのサービスを提供できるし母は母でこう あのサービスとしては、まあ、治安とかすごいあの住まいとかそういった情報が気になる方が多いんですけれども、はい、まあそういったところの、まあ、現地の情報を提供できるねみたいな形で、はい、関わっておりますうんやはりまあそれぞれのこう今までの経験とあのまあ持たれているスキルというところを生かして会社自体も進めていらっしゃるというところなんですね。すはい、お自身の中でこう会社進めてていって そのフィリピンに対してのこう興味を持ってくださる方が増えてきたなとか。ご自分自身伝えられてるなあっていう感触って、今はございますか。そうですね。あの、まあ、こういった留学支援のを通して、まあ、本当に実際に日本人の方々。まあ、あの、まあ、数名、まあ、そうですね。十数名、あの、下見に来たりとか。まあ、数名の方が本当に、あの、移住というか、留学を。 決められたりしてでそういったところで本当にまあこうフィリピン留学っていうと「えフィリピン?」みたいな「大丈夫なの?」みたいなそういったこうちょっともう見下されるというかまあイメージが悪いっていう感覚があるんですけれどもまあ,あの本当に価値が分かってくださる方っていうのは本当に留学を決めてくださいますしでそういったところでまあ,、うん、あ本当に魅力が伝わってるなっていうところははい感じておりました。 もう実際に留学決めた方も、それだけいらっしゃるんですね。そうですねうんなるほど改めてそのまあ会社も進めていく中で、見えてきたフィリピンの良さみたいなところもありましたか そうですね、あの実際にこうアメリカとかイギリス、まあ、ヨーロッパ圏の留学が本当に留学校の主流で、まあ、それではなければ、まあ、個人留学でなければ学校と定携の姉妹校に留学するとかそういうところがまあ中高生だと、あのー、あの多いんですけれども、はい、まあ個人で留学するとなったらまあ一番フィリピンがまあコスパがいいなって自分で思っててで、まあ、そういったところがまず魅力に感じて留学してたんですけれど、まあ、一番はまあ個性。 を強めてくれる引き立ててくくれれるるる引きき立そういった学びができる先ほどもお話ししたんですけど、まあ、そういったこうプログラミングとかロボット制作とか、それとかまああのビジネスを習うであったりとか、そういったあのまあ個性を伸ばす、専門に特化した学びを若い頃からできるっていう環境が一つ。うん、でも、まあ、あ本当に実践的に英語があの主流に扱われている、主に使われている言語ですので、まあ、英語学習の中であのすごいなんか、 こう間違ってもいいいんだよみたいなアメリカの方とかだともう発音を指摘して直しなさいみたいな、まあ、そういったあ話すの怖いみたいななってしまう雰囲気があるかもしれないんですけれどフィリピンだと本当にウェルカムで本当にゼロから10まで、まあ、100までっていうところを伸ばしてくれるそういった場所があるなっていうところを本当に実際に留学して感じました。 うーんなるほど。やはり、まあ、今日のまあテーマでもありますけれども自分のまあ個性を知るっていうところと伸ばすっていうところがすごくできる国なのかなっていう印象を、はい、まあ私もお話伺ってる中ですごく感じましたね。はい <laughs> ありがとうございます。先ほどどちょっとお話ももありましたたけけれども、まあ、英語を身につけた ところで、こう大会に出場されたという話があったんですけれども、こちらはえっとディベートの大会だったんですか？そうですね。あのディベート以外にも様々な大会に来るクラブとか、あのそういった考え方をしたんですけれど、主だったところでいくとこう。ニューヨークにあるエール大学とかにまあ、世界大会があの終ってまあ、そこにこうえ、はい、参加し参加させていただいて、まあ、メダルを獲得したりだとか。うん 模擬国連の、まあ、こうインターナショナルの世界バージンであの実際にこう主催してあの、まあ、賞状をいただいたりとか、スポ制作の面でもこう、まあ、フィリピンの国内大会であの1位とかを獲得したりだとか、まあ、そういった面で本当に、あのーまあ、学びの成長を感じましたね。まあ、そ,あのこうそれと別になんですけどこう、サッカーも5年間ぐらい続けていて、はいでまあ、女子サッカーってこう珍しいと思うんですけれど。 こうまあ、吉野麻也さんでしたっけなんか最近おっしゃられたことが、まあ、本当にプロのサッカー選手になりたいんだったらサッカーだけではなくて英語も絶対やるといいっていうのも、まあ、プロサッカー選手になりたいなら英語がなできなければ、まあ、自分自身の人生設計に生かせないっていうところをおっしゃられてて本当にそうだなって思ったのがこう、まあ、サッカーっていうのは 本当にまあ言語を必要としないスポーツではあるんですけれども、うん、まあその中にもこうチームビルディングであったりとか、えー、まあ英語を使っていくっていうところがあって、まあ、あのまあ本当にパスして、ゴールして、シュートするみたいな、そういったあの簡単な言語から学べていくっていうところがですね、あの私も参加している、まあ、こうクラブに参加して、大会とかに出ていく中で、あの まあサッカーチームにさあの助けられて英語を学べたというところもありますしそういうところでまあ英語×サッカーというのも今後はあの行っていきたいなって思ってますおなるほど、本当には英語を使って発信していくというところをまあ得意にしていかれただけではなくてそのサッカーというスポーツの分野にもあのまあ挑戦をされていてすごくバイタリティがあるなという。<laughs> 感じがしたんですけどす、ね、こ,これっていうのはこう海外で得られたものなのかそれともまともの性格というか、うん、ところもあるんですかねそうですね、えー、私が思うにこう日本は、えー、こう私は例えば物理をやると言ったら物理しか目指せないみたいな、うん、そういった人生設計が多いと思うんですけれど、はい、海外のカリキュラムであると 私は例えばアートであの技術芸術も好きですしで逆にこう、えー、経済学も好きですしでビジネスも好きだしサッカーも好きみたいなそういった、えーまあ、多方面からのアプローチっていうのがすごいあの認められていて,受け,られて受け入れられているからこそ、まあ、伸びたとこかなと思いますしこう発信していく力っていうのも、えー、まあ日本 自分の風潮を悪く言うわけではないですけれど出る杭は打たれてしまうみたいな、うん、そういったあの個性が潰れてしまう,、まあ、う型にはめたような教育ではなくてもっと自分が自分らしくあれる場所っていうところを探していくっていうのが本当に大事だと思います。うんうん、なるほどそれを考えるとやはりは自分自身がからまあ行動していくこともそうですし、まあ、環境を変えるっていうのも一つの ななのかもしれないっていいととううころがあありりまますすねござそちらで、あのー、本当に国際的にこうご活躍をされて、まあ、英語で発信するということとあのサッカーというところにも挑戦されるというところになるんですけれども16歳の時に先ほど少し話にも出ましたけれども高校生大使になられるというところなんですけれどもこれはどういった経緯で なられたんでしょうかそうですねもともとそういったそれが高校なんですけれども、まあ、世界18校にあ,のあってでなんかまあ、えー、国際連盟みたいなあの関わりがあるような大高校で、えー、世界100か国近くから学生が集まって。 で、あの、まあ、2年間寮生活をするっていうところなんですけど、もともと、まあ、先ほどお話しした11歳の時の国際キャンプで出会ったノルウェーの子がいて、で、その子と、まあ、インスタグラムとかで、あの、いだにつながってるんですけど、その子と一緒に、ああ、まあ、ずっとバラバラな生活で、フィリピンとノルウェーでバラバラな生活をしてるけれども、一緒にこういった高校があるから目指してみたいね、みたいなところから始まって、で、そこで、あの、ノルウェーの子 もあのその同じ学校に目指して、私もその同じ学校を目指してっていうところで、いろいろなセレクションプロセスを通して、あの日本代表として選ばれて、あのはい、派遣されました。<laughs> そうですね、うなるほど。その代表に選ばれるっていう,いうところも、すごく、まあ、過酷というか、倍率も高いような状況だったんですかそうですね。いいろろな、まあ、セレクションを通しての 例えばエッセイを書くであったりとか、十分間自分のことに対してあのプレゼン、ピッチをしてとか、それとか、まあ、今インタビューですとか、あとまあ学術テストとか、そういうところがいろいろなあの段階を踏んでっていうところはありますね。うーんなるほど、まあその学。学歴というか、勉強だけではなくて、やはりまあピッチなのでその伝える力っていうところも結構見られるっていうところだったんですね。なるほど。 で高校生大使になられてからの活動っていうのは、どういったことをされていったんですかそうですねあの高校生大使ってこう、一概に言っても、まああのまあえー、実際はこうイナイテッド・ワールド・カレッジという高校に、まあ、日本人代表として派遣されて、まあ、世界100国,100国近くから集まってる学生とともに、まあうん 2年間勉強するみたいなところなんですけれどその中で例えば、あのー、よく起こったのが夜な夜な、えーまあ、部屋に人がたまりに集まって平和とは何かとか議論したりとか自分の、あのーまあ、文化とかそれとかまああの価値観、まあ、政治観とかそういったところを、まあ、ディスカッションをしていく。 あの,活動です、ね、あのそうですねあの向こうにアルメニアに派遣されたんですけれど、はい、2020年にちょうどあの到着した時に戦争が起こったりしてそういった中でもあの、まあ、アゼルバイジャンの生徒、えー、もいましたしアルメニアの生徒と交流していく中でアルメニアの,、まあ、その学生の,あのお兄さんが あの戦争に駆り出されてしまったとかそういった悲しい話とかを聞,聞いていって、まあ両,まあ、両国のサイドを聞く、まあ、片方が悪いわけではなくて、まあ、国であるからこそ本当にあの戦争っていうのはあの起きてしまう、まあ、国,国,国,国同士で戦ってしまうではそれは何,何で起こるんだろうとかどうやったら解決できて、まあ、どういったソリューションがあるのかなっていうところを本当に深掘りしてあの話していくっていう環境が本当に得られました。 なるほどなかなかその戦争を体験するっていうことがあの誰でも、まあ、経験するものではないですしやはり日本の中だと何かこう歴史の一部として捉えられているような部分もあるなと思ったんですけれどもやっぱりそれを目の当たりにすることで平和に関して考える機会も増えたりしましたかはいそううですねうーんなんかこう私の ひいおじいちゃんが、あのー、沖縄の方で戦死しているんですけれどそういったところでこうもともと自分の家系にあった、えー、出来事がでもこうひいおじいちゃんっていうと全く縁のない人に思えてであれはどうなんだろうみたいなこうもう平和服してしまうっていうか、まあ、日本は平和だからこそ まあ本当に第二次世界大戦とかっていうのは遠い昔のことで自分には関係ないこととか思ってたんですけれどあのそうですねまあ命のバトンリレーっていうかあのそういったあの母が本を出版したりしてでそういった中であれ自分につながっていくんだなっていうことをまあ命がえひいおじいちゃんからおじいちゃんにあの託されておじいちゃんからあのそうですねあのお父さんに託されてでそこからあの生まれた私っていうのは 本当にこう平和の価値を知るべきであるし、まあ、だからこそこういったあの国際社会の場っていうところで、まあ、議論をしていく中でもどうやったら平和づくりができるかなっていうところを重点に、はい、あの行って活動を行ってきました、はい、ちなみにあのロシアとあのウクライナ戦争とかある,あると思うんですけれど、うん、今年の夏ウクライナ人の,あの青年をあのホームステイとかで受け入れたりしてでそういった中でもこう その子も、あの、同じ高校に通ってて、帰る家がなくなってしまったとか、まあ、そういったところ、日本に、あの、受け入れたり。まあ、そういったところが、うん、自分の信念とか、あの、自分の、これから、今後の活動につながっていくと思ってます。うん、なるほど、ありがとうございます。この、ま二年間、その寮生活で、こう。 まあ、いろんな意見を交わし合ってという部分があると思うんですけれども、その平和というテーマ以外のところで、ご自身の中でこう、なんというか影響、たくさんの影響を受けたりだったりとか、こう価値観が変わったなという部分はありましたかそううででですね、えー、うん向こ,うでこうたくさんの学生がいる中で なんかこういろいろ個性がある学生がいて、でなんかあの歌手にもう本当にプロになって歌手にかあの活動としている学生もいたり、っていうところでまあビジネス好きの学生が集まって、で一緒にこう学生企業をしてみようよみたいな感じでなんかあのトートバッグの会社をなんかみんなでプロジェクトとして立ち上げて、でその中でこうアルメニア難民を雇用して、あの まあ、トートバッグを制作する会社を立ち上げたんですね、まあ、そういったところで、まあ、自分の,あの、まあ、価値観が変わったというかこうビジネスっていうものは本当に人と人とをつなげていくし本当にこうビジネスが、まあ、お金を生むだけではなくて社会にこう寄与できるパワーを持っているんだっていうのを本当に身近に感じて。 あの世界中から集まった仲間だからこそ、そのプロジェクトを起こせて、そのプロジェクトが起こせたからこそ、アルメニア難民とかを救えたっていうのが、本当にあの実感しましたうんなるほど、まあ、これまであの会社を作られたりだとか、そういったところにまあ興味はあったものの、そのビジネスについてのこう考え方がまあより深まったというか、まあ、広がったみたいな部分もあったんですよね。 うんなるほどありがとうございますでそこから、えーとまあ、寮生活を経てというところなんですけれども、まあ、高校の、まあ、卒業の時期も近づいてくるというところで、まあ、大学を,大学をまあ決めていくとか受けていくっていうフェーズに行くと思うんですけれどもこの時はこうやはり行きたい大学っていうのはいくつかあってその中から決めていったという形なんですか そうですね、あのまあ、高校卒業前にあの受けていくタイミングで私はどこで人生を過ごしたいんだろうみたいなそういったあの。 まあ、じ自分で、あのーまあ、疑問に感じて自分に問い直すみたいなそういった時期があってその時にこうあ日本もいいなみたいなこう日本からずっと5年間近く離れてた頃からこそ日本に一度あの戻って日本で何かあの活動を行いたいなっていう思いもありましたし親元をずっと離れてたからこそ、まあ、親と一緒に生活したいっていう思いはあって、はい、日本の大学とあとアメリカっていうのが本当にまあ 世界の経済の中心であるからこそずっとまあ長年行きたかった、まあ、こうエール大学とかでニューヨークに行っていく中でも本当にアメリカに住んでみたらどうなんだろうみたいなそういった思いもあって受けるタイミングでは日本の大学とアメリカの大学っていうのを案内受けましたうんなるほどそこであの、ま、日本の大学でも東京大学と早稲田大学っていうところも合格もしっかり掴み取ってでアメリカの <laughs> カリフォルニア大学も。 うかりっていうところでその中でこう日本アメリカっていうところでアメリカの方を選択されたっていうとまあもう本当になんかこう東京大学の合格っていうところにもあっか自分が幸運なんだみたいなそういったところで本当に行きたい思いはあったけれども、はい、あの世界中から学生が集まって。 もう経済の中心になっているシリコンバレーの近くにある、まあ、カリフォルニア・バークレー校っていうところに魅力を感じてもともとこう起業家の夢っていうのがあったのでなんかこう孫正義さんとかがすごい、はい、あの大好きででその彼が行かれた学校があの、まあ、そのアメリカの、まあ、世界であの世界公立大学の一番であって バックレコー校で,で、まあ、あれ、彼の背中を追ってみたいみたいな、そういった感情をかき立てられて、でそれで決断しましまたね <laughs> なるほど、なんか今、すごい納得がいったというか、東京大学に行くっていうのも、多分ご自身の中では迷われた部分があったのかなと思ったんですけれども、ご自身の中で、まあ、孫さんの存在っていうのは結構大きかったんですがね。そうでですすねあの実際に会ったことは全然ないんですけれども <laughs> もともと本とかを拝読していてそれでこうまあ父のまあ父というかまあ両親が起業家であるからこそまあ事業を起こしていく自由度とかまあ自分自身のライフスタイルを設計していくそういったところに魅力を感じていてまあ彼らの背中を追いたいっていう風うなことをあの幼い頃から思っていたので、うん。 そういうところで、まあ、アメリカはあの企業があの盛んですしあの、まあ、世界一の、えー、授業が受けられて本当に、まあ、ノーベル受賞者とかからもう本当にファーストハンドであの授業が学べるそれで環境を得たいと、はい、思いました。うんなるほど。なこちらで、まあ、そのアルミニアだったりフィリピンでこう買って 活動されているところから、まあ、アメリカに移っていくというところだと思うんですけれども、まあ、これからのところはやっぱりその企業文化っていうのをこう肌で感じていきたいなっていうところがあるんですかね実際にシリコンバレーに近いからこそ、まあ、そういう名だたる会社がたくさんあってそういうところでもう本当に、えーまあ、実践的に学びながら あの後々は自分の会社を起こしたいなみたいなあのこちらであのそういったことを夢描いておりますうーんなるほど本当にあのみさんご自身がどの国でどういったビジネスを立ち上げてどうやって広げていくのかっていうのがすごく気になるなと思ったんですけれどもこう自分の中での今の構想というか。 あの多分本当に様々いろんなことに興味があると思うんですけれどもビジネスを起こしていく中で今一番興味のある分野だったりはありますすかはいそうですねあの、まあ、今までも続けてきたこう留学事業とかであの世界あの日本人学生が。 まああの出ていけるし進出していけるようにサポートするっていうところは今後も活動していきたいんですけれどそれとは別にこう世界に出てもう6年近く経っているからこそ感じたことがこう日本の魅力っていうものをもっと発信していきたいなっていうところであのもう古き良き日本ですねっていうところで例えば今あの行いたいなとは初めまあ構想段階の授業としてはこうまああの 着物とかが全然売れてなくてでそういったあの着物の帯をリメイクした、まあ、ものを作っている方々とすごい最近知り合ったんですけどそういったところの需要っていうのは本当に海外の方は本当に日本に魅力を感じていて日本っていうのはうミステリアスな国で一度人生の中で一度訪れてみたい国だけれどもあまり接点がない。 あまり何か、あのー、すごい遠い国のように感じるってところで、まあ、日本の国を身近に感じてあのいただけるようなそういった授業を行っていきたいなと考えておりますあ。なるほど、いや、放送段階とお伺いしてましたけれども、なんかすごくこう形になりそうなというか、<laughs> はい、か実現したら面白そうだなって思う部分もすごくありますね。あのー、今の その、まあ、会社を作っていきたいという思いがある中で、ご自身の中でのこうロールモデルというか、こういう人になりたいなというところはこう何人かいらっしゃるんですかそれともこう、まあ、決めた一人がいらっしゃるのかなと思ったんですけども。そうですねあの、先ほどお話ししたように、相馬沙義さんっていうのがロールモデルとなっているのかな。まあ、あの本当に、まあ、幼い頃から、14歳ぐらいの頃からあのずっと。 企業家になりたいって思,思い続けてで世界に進出している日本人企業家っていう存在になりたいなとあの思ってあの、まあ、本当に世界を股にかけられるようなそういったあの人間、まあ、世界人になりたいとあの意味が描いてるので、はい、あのそういった今後を描けるように <laughs> 尽力しております <laughs> うんなるほど。 なんか、あの、まあ、本なども、こう読まれたっていう話があったんですけれども、なんか一番尊敬している部分。っていうのは、どういったところですか。そうですね。ええー、なんか、チャレンジャーであるところですね。うん、なんか、あの。もともと、まあ、日本に。 で日本でもともと高校とかで成功を収められていたのにもかかわらず、それをすべてあの投げ打ってアメリカに渡米されてで、そこから一からずつ作っていったっていうところ、すごいなんか、あのー、すごい失礼かもしれないんですけど、親近,親近感を感じて、んなんか日本飛び出て私はフィリピンに行って、フィリピンからで一から、あのー、どんどんとつな,つ,つなげていった。 まあそういったあの糸がアルメニアに行ってアルメニアからアメリカに行けたっていうそういった過去があるからこそ、うんまあ、自分自身のチャレンジ精神っていうのがあのまあ、インスピレーションを受けたっていうふうに思います。うーんありがとうございます。いや本当にあの美咲さんの今後のところが楽しみになってきましたし、<laughs> あの,あの <laughs> これを見てくださってる皆さんも。 こう新しいことに挑戦したいなとか、まあ、そういう気持ちになってくださっている方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、えっとまあ、改めてですね、まあ、今後あのご自身としてこう,こういった人生を歩んでいきたいというところ、まあ、展望だったり、まあ、野望というところをお伺いしたいのと、あとはこの番組を見てくださっているのが、まあ、20代の方になる。 20代を中心に見ていただいているんですけれどもその中でこうキャリアに迷っていたりだとか、まあ、こういったことがやりたいけどあの、まあ、諦めてしまったりとか悩んでしまっている方も結構いらっしゃるのでその方に向けて美咲さんの方からメッセージをいただけたらなと思うんですけれどもよろしいでしょうか。 <laughs> えーま、私の,あの今後の展望としては、まあ、本当に起業家になりたいというところで、うんまあ、アメリカをベースにこう、シリコンバレーをベースに何か行えることはないか。あの バークレーという、えーまあ、カリフォルニアの大学に来れて、でそういったあの人材が素晴らしい人材が揃っているからこそ彼らと共に、あのー、何か起こしたいっていう、あのー、思いがありますで。そういったところで、まあ、自分自身が、まあ、世界をもにかけられるような、そういった、まあ、国際社会へ進出できるような、そういった存在になって、まあ、日本の今後の経済とかを引っ張っていけるような、そして代表 ととななれるあの存在になりたいとあのて今を描いてい今描てますそうですね、アドバイスするのもなんかこう、<laughs> 私まだ18歳なのであの、年上の方に言えることとしてはもう,こう、本当に今まであるキャリアをがあるからこそ、 本当に自信を持っていただきたいしあの周りと同じになろうとしなくていい、うん、本当にこう自分自身の個性であったりとか好きなことっていうものを、あのー、大切にしてどんどん発信していってでそういったところの中に、あのーまあ、成長であったりとか、まあ、チャレンジするからこその、あのーまあ、展望があるっていうところを私自身が思っているので。はい、うん ぜひ皆さんも挑戦し続けてほしいですし、あの自分の個性を発揮してほしいです。ありがとうございます。もう力強いメッセージをいただけて、<laughs> はい、あの私自身も勇気をもらえました。ありがとうございます。<laughs> あの今日お話をさせていただいたあの三作留学姉妹。 というのはあのはあホームページでもあの詳細を確認していただけますし、あのフィリピンに少しでも興味あるだとか、こう日本をまあ飛び出て挑戦してみたいなという方には、ぜひホームページの方も見ていただけたらと思いますし、美咲さんご自身も YouTube やられてるんですよね。 細々とやっているんですけれども、動画もあの多数です、ね、アップされているので、皆さんも見ていただいて、まあ、チャンネル登録していただいて、はい、SNS の方も見ていただけたらと思います。はい、では、えっと、本日お時間いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました <laughs> まだまだ未熟者だからこそ、温か,かく <laughs> あの身を持っていただけたらと思います。<laughs> はい、<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。では、えっと本日770回目え留学で個性を伸ばすというテーマで、本橋美咲さんにお越しいただきました。またえ、次回もえインタビューの方続いてまいりますので、続けてご覧いただければと思います。本日はありがとうございました。はい、本当にありがとうございます。